スタート。今日はちょっと政治家女子48党から出馬予定の金田さんに来てもらいました。はい、よろしくお願いします。じゃあまず最初に自己 PR の方をお願いします。はい、自己 PR ですね。私はもう子育てを終えたシングルマザーになるんですけれども、もう子供が成人したので、これから自分に何ができるかっていうふうに考えた時に、いろいろ思い返すと、子育てをしてきている中でフルで働いておりましたので、子供を預ける時だったりとか、まず最初に申し込みができないとか、保育園の申し込みができないとか、そういった困ったことがたくさんあったことを思い出したんですね。で、今現在どうなってるんだろうと、まあ、19年経って子供が育ってから考えてみても、まだまだその困ったことが解消されていなかったりとかしたので、そちらをやっぱり何か人に任せをしていたんですけど、自分が動かなければやっぱり変わっていかないと思ったので、変えたいと思ったことにはやはり自分が手を伸ばして動こうと思ったのがきっかけです。はい、誰にも負けないというのも何かありますでしょうか。誰にも負けないというのは、例えばまだ私自身は政治に詳しい、精通しているわけでもないですし、そもそも勉強し始めたのも遅かったので、もちろん現職議員さんよりは政治に関して取ってる部分がほとんどだと思うんですけれども、負けないというのは私もともと人を応援することが大好きなので、 YouTuber さんだったりとか、まあ、音楽やってて頑張ってる方を応援したりとか、そういう人を応援する気持ちっていうのを、応援したい、協力したいっていう気持ちをやっぱり住んでる地域の皆さんのことも合わせて応援したい、また子育て世代で共働きしてる方とかを応援したいっていう気持ちがすごく強いです。その応援したい、協力したい気持ちは誰にも負けません。はい、ありがとうございます。これだけは見てくれっていう取り組みをしていく予定とか何かありますでしょうか。これだけは見てくれという、これだけは見てくれというのは一つにとどまることではないと思うんですね。まあ、それどっかするのもいいと思うんですけれども、例えばその時々で移り変わっていくと思います。で、昨日私がツイートしたんですけど、豊島区が特殊出生率がワースト23区、東京23区でワースト1だったんですね。ただ共働きしながら子育てしやすい町っていうのは全国で1位なんですね。なのでその差っていうのは何かなって思った時に、対策などは頑張ってるけども実際出生率はつながってない、じゃあ何かというと他の問題なのかなとか、例えば政策を頑張ってるけれども治安がまだちょっと事故とか事件とかの発生とかが不安な方もいらっしゃると思いますし、何かそこを探っていくということをやっていきながら行いたいです。で、何より一つお約束したいのは、まあ、そのしがらみとかもそういったものを全部なくして、必ずクリアでクリーンな透明化の政治を心がけたいというのは思っています。政治家を志したなんか一番の要因というかきっかけというのは何かあったんでしょうか。きっかけは本当に最初にお伝えしたのに、まあ、子育てが終わってから自分が困ったことというのを自分自身で解消していくようなお手伝いがしたいと思ったのが一番のきっかけですね。子育てが人の穴についたというのもあります。なので今現在子育てしながら出馬されている出馬予定の方は本当にすごいと思いますし、私は改めてゆっくり考えた上で行動をやってきたので、まあ、そういった活力ある政治が、やっぱり政治も明るく楽しくやれたら一番いいと思っているので、そういう皆さんと一緒に頑張っていきたいという気持ちです。はい、豊島区の何かどんなところが一番好きなところって何かありますでしょうか。豊島区は私は高校が池袋から2つ行ったところだったので、必ず通過する駅が池袋だったので、その池袋近辺でよく遊んだりしていたので、ずっと高校時代から池袋から離れたところに住んだことはありません。必ずやっぱ池袋付近はやっぱりちょっと高かったので、練馬とか板橋とか、まあ
同世界とか、まあ、池袋から近いところにいつもいたので、池袋はなんていうんでしょう、東京に来てからの原点というか、なんかすごく豊島区にいつも近いところにずっと関わってきた感じですね。で、好きなところはやっぱり楽しいっていうのと、とかにも比べてもちょっと若いパワーが溢れてると思うんですね。例えばアニメの聖地だったりとかもするので、アニメが好きな方が集まったりするような若い方のパワーが溢れてると思うので、まあ、そこが楽しいところかなと。もっとなんか元気な感じでやっていきたいですね。はい、なんか好きな言葉とか座右の銘っていうのはありますでしょうか。座右の銘はそうですね、やっぱり私が好きな人がよく言っていることなんですけども、それも私が応援している YouTuber の方が言ってるんですけども、まあ、なりたいものになれるのはなろうとしたものだけっていう言葉ですね。やっぱりチャンスっていう、チャンスも失敗もそうですけども、挑戦した人にしか訪れないと思っているので、やっぱりチャンスっていうのは挑戦する人が好きなので、そこにしかやってこないと思うので、それを踏まえてなりたいものになれるのはなろうとしたものだけということですね。この言葉が何か見たことあるな。最後の豊島区の有権者の皆さんに何か一言お願いします。そうですね、豊島区の皆さんの力になれるように、また若いパワー、若い方に声がやっぱり届き、女性で、まあ、若いって言ったらちょっとあれなんですけど、やっぱりまだ新人になるので、皆さんの声をより上に伝えることができると思いますし、もう電話番号とかそれももう少しで公開する予定なので、何かご相談事とか要望とかあったらぜひ連絡をしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。